今回のね、グリペンの続きを作っていこうと思うんですけど、また塗装ですね。で、今回塗るのは基本的にはコックピット周りを塗っていこうかなと。で、まあ同じ色でね、造装とかも塗るんで、まあ塗料の残り具合によっては造装とかもね、塗るかなと。で、塗料はね、以前調色した XF53 と XF2 のやつね、シンナーでね、溶きました。もうめんどくさかったんで、シンナーで先にね、薄めちゃいました。で、必ずね、テスト拭きね。ちょっとまだ濃いかな。まあこんなもんでいいかなと。そしたらね、まずコックピットの台座になる部分ね、なんだろう、サフとほとんど色変わんないね。で、ここら辺も。塗料なくなったね。ちょっとね、色が淡すぎるかもしれないから、 XF66 をちょっとねテスト拭きしてみようかな。こんな感じですね、色の違いが。機体塗るときはね、もう少しグレー足そうかな。じゃあ次はね、一気に色が飛んじゃうけど、オリーブドラグだね。オリーブドラブはね、これだけ。シートのね、布のとこ。で、ベルトもオリーブドラブ。ベルトはなんかね、茶色のパターンとオリーブドラブのパターンがあるみたいなんですけど、今回はね、まあ、指定色もオリーブドラブのままなんで、塗り分けずにね、このままにしようかなと思います。じゃあ次はね、XF1。フラットブラックだね。そしたらね、最後ケーキ版ですね。ケーキ版がベースが黒なんで、黒を。一応ね、大体塗れたんだけど、重ね塗りしないといけないんで、一旦カメラ止めてね、時間を置こうかなと思います。で、ある程度乾いたかなと。で、塗り分けがあるパーツがこの辺りかなと。まあ、操縦桿とかはね、すごい簡単なんでいいんですけど、操縦桿はね、先端だけ塗る感じなんで、まあ筆塗りでもいいレベルなんだけど、
まあ、こんなもんだね。どうせ同じ色使うんでね。で問題はねこのシートかなと。シートがね黒い部分があるんだけど、黒のね部分、この横のフレームとかがね黒なんだよねと。これが一番ややこしいかなと。爪楊枝とかで押し込んであげて貼れるかな、うまいこと。でこんな感じなんだけど、カッターでね切ってあげる。いけるかな。の前にカッターが切れない。カッターがね切れないときはこれね。これね中にたまるからね便利ですよ。でまあこんな感じでいけるかな。むずい。マスキング嫌いなんだよね。こうやって貼って縁をね切ってあげた感じかなと。まあマスキングねしきれてない部分もあるけど、エアブラシでね細拭きすれば大丈夫かなと思います。でどうせねここ椅子がついちゃうんでね、そんな見えないんで、まあこんな感じでね OK かなと。あとは細拭きでどうにかするしかないね。じゃあね、カメラを動かして塗っていこうと思います。じゃあ早速ね操縦桿から塗っていきたいと思います。見えないかな。まあこれで OK かなと。じゃあ次操縦席ね、細拭きでやっつけれるかな。操縦席ねこんな感じでフレームの部分がね黒く塗れました。やっぱり予想通り間が塗れない。でまあ次はね別になんてことはないか、あのこういう風にね外に向かって細拭きしてあげる。若干ね内側にも飛んじゃってるんだけど、まあ椅子がね来るからね下の方はそんなに目立たないかなと。でこいつだね問題は。ちょっとどうしようかな、この後ろを絞ろうかなと。で絞ってこんな感じね、極細拭きというかこんな線しか描けない状態にして引いていく。見えないよね。
こんな感じで、まあ間もねまあまあ濡れたかなと、後ろを絞ってかなり細拭きの状態にして拭いてみました。ということでね、今回はコックピット周りのね塗装をしてみました。これからもねプラモデルとかミニ四駆とかガーデニングとかね、いろいろな動画アップロードしていきますんで、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。